はーい、どうも、デッドバイデイライトやっていきたいと思います。今回はですね、マイケルを使って遊んでいきたいと思います。マップはファザーキャンベルズ、チャペルと、言えた。そして今日は、墓石のかけらを初めて使って遊んでいきたいと思います。これはなんか立ち目ができるやつらしい。墓石はよく見るんだけど、かけら使ってる人はあんま見ないからな。ただこれ、まあ、できて二人までじゃ、ちょっと何してんの？何してんの？普通に何してんの？全然気づかなかったわ。よ、どうした？気づいちゃったね。もうマイケル、マジかよ。破滅壊れたマイケルなんてもう虫の息みたいなもんやぞ。同じ人から吸うのな、よくないな。ちょっとあの人、見逃すか。いや、なんかでも、うろちょろしてんな、周りを。許せねえな。よ、おめえだな、壊したやつ。俺は許さねえからな。松代までお前を呪い殺す。ん？どっち行った？あ、そっちね。あと内緒入ってくんじゃないかな。よ、いいね、その倒しいいね、素晴らしいね。また落ちてきてくれるんじゃない？いいね、また内緒来るんじゃない？いいね。よし。で、次あのフェンミンを立ち目で殺す。君はまだあの、苦痛で、こう飛んでくる。いらっしゃい。キャッチできたかもな、今。で、めちゃくちゃ絞りかすになってるフェンミンを次見つけていきたい。そこ回った。あ？どこ行った？ここ普通に見失っちゃうんだよな。うわー、あれ、ご神器さん二人だな。あの人じゃない。俺が殺したいのは、そいつらじゃない。あ、どこ行った？声しない。なんかいるんだけどな、傷ついてる人に。いるよね、君。どこ行った？全然わかんねえ。全然わからんから離れよう。これ、フェンミンさん、こんにちはしてくっか。フェンミンを探しに行こう。フェンミンさん、そこで回してるんでしょ？違うの。あっち側は回されてもいいか。はい。申し訳ねえ！こんにちは。はじめまして、さようなら。いや、こんなとこまで逃げてたんだな、ケイト。ケイトでもう少し吸えるから、ケイトで遊ぼう。あ、で、ケイトがこの発電機回ってること知ってるんで、取り負けってくか。こんだけ回ってるとやばいからな。一人目釣る前に、一人殺害していくと。いや、なんかあっち側回してるっぽいから、そこで若者二人吸いに行くかと思ったけど、いたわ。君なんだ？デッドハードか？わかんねえわ。わかんねえから、さよなら。初めて釣りますよ。ここら辺の回してそうだけど。あ、いた。こんにちは。とりあえずここいたしかますか。ただ観客ついてるからちょっと信用ちっちゃい。レベル2でも。いや、でもね、君はね、吸いたいんだ。申し訳ない。吸うことを意識してる。まあ、これついても問題ない。特に。助けに来たクエンティンから吸い取りたいが、来てない。ちょ、クエンティンさん見つけてきたいな。あ、いた。どこ行った？あれ？あ、いたわ。もう行ったのか。マジかよ。いいね。じゃ、クエンティンさんいいよ。あ、君は絞りかすだもん。君に用はない。君には寝ててほしいぐらいのもんだよ、もう。あー、まっすぐ、いい！素晴らしい。もっと吸わしてくれ。もっと吸わして、もう死にたくないか？もうこんな
嫌な世の中行きたくかないだろ、もうどっちもいいな。いやでもクエンティンの方がもう絞りかすか。ただこれ板を使われるとなかなか厳しいところはある。ただこれこっち側で板使わして割って、あーでもそっち側逃げてほしくなかったな。いや違う、ここなー、すぐ立ち目ここ前かさないと確かダメそう。なんか使ってこれ多分無理じゃない、逃げきれないと思う。まだなんかありそうだなこれエンド。こんにちは。はい、さよなら。あ、次はメグだな。メグで吸ってメグを殺す。さあどんどん行くぞ。ケイトをダウンさせてそれを餌にメグで貯めてメメント。でもどうだ、メグも結構吸ったからな、もうやれないかも。さあどこだ、回してない。みんな怯えてそう。それは怯えるよな。こういう邪魔な板はどんどん割ってこう。板割りの方が良かったか、前かしより。そこの角回ってるの多分ねケイト知ってんだよな。回さないでください、それダメですよ。素晴らしい、素晴らしい人材見つけた私。どっち行ったかわからん。どこ行った。あ、隠れるのやめてもらっていいですか。一回見逃すとわけわかんなくなるな。こっち側逃げたような気がするんだけど、気のせいかもしらん。戻ってきてないっぽいな。いや絶対あそこ回すけどね、きっと俺の予想で。ケイトがまだ負傷直せてないんだよな、まだ来てないな。でケイト絶対2人で回っいるくない。あ、いないな。あっちはケイト回してる。どれくらいなんだろうな、レベル2のシーン4って。だいぶちっちゃいけど、こうやって後ろ見ながら行くか。どこ回してんだろう、ほぼ回してないぞ。ケイト怯えてんな絶対。まあ、その角は回されてもそんなに問題はないんだけど、スルール吸わしてほしい。一瞬だけ吸えたわ。まっすぐ追っていくか。いろんなところ行ったり来たりすっから。何してんだ、吸わせてよ。いいじゃん、いいじゃん、減るもんじゃなし。あそこにケイトいんのな。オッケー、はい。ただこれどうだ、吸えるか限界まで。あら、いらっしゃい。カクカク動くな。遮蔽のとこに行きたいからな、そりゃな。あーもうダメだ、くそ。それ切っといて、嫌な思いさせといて。そこにケイトがいるな。ケイトまだ吸えるか、いけっか。あ、ケイトも終わりだ。マジかよ、楽しんだら終わっちった。スプバナこれワンチャン負けるかも。上にいる、ここも板ないっすよ。はい、で上にいたから上の人倒して終わり。そう、2人とも赤か。もうちょっとクエンティンで遊ばなきゃダメだったっぽい。来週来るな。はいはい、初動のあれ面白かったな。誰も釣ってないのに1人目が死ぬっていう。え、私もう死ぬのって感じで1人目終わったからな。
あれメグなんかこの辺で死んでなかったっけ。メグだっけ、じゃあケイトだ。そこな、そこを切ってほしいんだな。でもやっぱりこれ普通に強えな、やっぱマイケルのこの波動、手鏡とかより全然使いやすい。まあ、農場とかだったら吸いづらいから厳しいんだけど、まあ、こういうとこだったら割と使いやすいよな。驚きの吸引力で相手を死に至らしめるから。あの人の抵抗もそろそろ終わるでしょう。ただでもこれ破壊し、完全なるかけらじゃなくて破壊しの方がいいよな。それはウルアドだから。あれといい香りのするローリーの髪の毛でとんでもない無双ができるかな。ただ破滅が序盤に壊れちゃうと、あの全部生かしきる前に終わりってなっちゃうんだよな。大抵なんか結構いい試合になっちゃう。残り2台とかになってやっと全員立ち目できるみたいな。だいぶ粘りますね、ケイトさん。俺がハッチ閉めるまで待っててくれた。あー、2人か。3人やりたかったんだけどな、欲を言えば。4人は多分無理だから。まあただ2人やれたので、まあよしとしますか今回は。相手が何のパークあったのかも分からんし、やっぱエンティティは不機嫌だな、メメントすると。ボロタイとかってまあ意味ねえからな。全然釣ってねえし今回。